H9-61 は中国が開発した短距離地対空ミサイル、艦対空ミサイル。地対空型は H9-61A、艦対空型は H9-61B、改良版艦対空型は H9-61M と命名されており、また H9-61B は草 N-2 という NATO コードネームを付与されている。 1960年代、中国人民解放軍陸軍は、ソ連製の有名な S-75 ドビナーチ、対空ミサイル、あるいはその中国版である HQ-1、HQ-2 によって、防空を行っていた。しかし、これらは、高高度、長射程ではあったが、それと引き換えに、低高度、短射程での攻戦能力に欠けており、一方、 対空砲ではその隙間を埋めるには射程もいだかも不足であった。この問題に対処するための短距離抵抗土地対空ミサイルシステムとして開発されることとなったのが本ミサイルシステムである。当初は HQ-41 の名称で呼ばれたが、1965年1月には現在の HQ-61 という名称に解消された。一方、 当時の中国人民解放軍海軍は、対空兵器として、旧式の艦砲と機関砲しか有しておらず、その防空能力には重大な問題があった。これを解決するため、HQ-61 を艦載化することが決定された。HQ-61 の必要性については、すでに S-75 ドビナーチ対空ミサイルを有している陸軍よりも、 艦隊空ミサイルを全く持たない海軍の方がより切迫していると判断されたことから関西型の開発を優先することとなり1967年には開発の担当者は北京の第25研究所から上海の上海機電第2局に変更されたコンセプト開発の結果この当時開発が進められていたアメリカの股間防空ミサイルである C-Sparrow BPDMS に習って、直接的には、アメリカの中距離空対空ミサイルである AIM-7 ス parrow をモデルとすることとなった。しかし、この当時、中国は、地対空ミサイルの開発ノウハウを全く有しておらず、HQ-61 の開発は難航した。1966から67年頃、 海南東付近で墜落したアメリカ海軍の海 -4B ファントム通戦闘機の残骸から AIM-7 スパローソラ対空ミサイルの現物を回収することに成功し、これから得られた資料は開発にあたって重要な手がかりとなった。当時の中国の電子技術の未熟から開発への技術的な障壁はなおも高く、1970年頃より実写試験に入ったが、 たびたび試験を中断して大規模な解説系を行う必要があった。1976年12月には初の会場での実写試験が実施されたが、この結果、なおも改善すべき点が多いことが確認された。さらに、1960年代後半から1970年代前半に中国全土を吹き荒れた文化大革命の影響で開発は混乱した。 1970年代後半より西側諸国からの技術導入が可能となったことによって HQ-61 の実用化に道が開けることとなった。1984年11月には標的機を目標とした射撃試験が1986年11月から12月には関西版の試験が実施され、いずれも成功理に終わった。これらの成功を受けて、 1988年11月、h q 6 1関西型は正式化され、h q 6 1 b の名称が付与された。また、おそらく同年、地上型の h q 6 1 a も正式化されたほか、後に配備されたキャニスター式発射機を使用する、関西版改良型は、h q 6 1 m とも称される。ただし、同時期に、 フランス製のクロタルが導入されて、中国版の H9-7 として陸海に配備され、また陸軍においてはロシア製の 9K330 トールの導入も行われたことから、H9-61 の配備は限定的なものに終わった。とはいえ、特に海軍においては初めて手にした艦隊空ミサイルであるとともに、クロタルの登場までの間、 艦隊の防空を支えたという点で大きな意義を持つ。高等型フリーゲート環境の前方に HQ-61B の連装式発射機が配置されている高を守る I 型フリーゲート監視艦班主砲の後方に HQ-61M の6連装キャニスター式発射機が配置されている関西版の HQ-61 ミサイルシステムは 中国海軍発の艦対空ミサイルとして、高頭型フリゲートに搭載されたほか、こう守る相型フリゲートにも搭載されているが、概ね、下記のような構成となっている。対空捜索レーダー、編集対空捜索レーダーとして、高頭型では381型3時元、対空捜索レーダー1機が搭載される。これは、C バンドを使用し、操作形式は、周波数操作型。 最大探知距離は 200km、戦闘機探知距離は 100km 以上、50個の目標を探知しつつ、そのうちの20個の目標の追尾が可能であり、対水上目標探知能力も有していた。ただし、クラッター除去能力が低く、高騰型以外には、旅替え型駆逐艦の一石に搭載されたのみであった。このことから、こう守る相方では、 長距離捜索用の 517H-1 型レーダーと低空警戒用の360型レーダーの組み合わせが採用された。517H-1 型レーダーはヤギ、ウタアンテナを組み合わせた形状で使用する周波数は I バンド、最大探知距離は 300km である。一方、360型レーダーは イタリアセレニア射精卵 -10S レーダーの中国版で使用する周波数は S バンド最大探知高度は1万メートル優れたクラッター除去能力を有する射撃式レーダー編集 HQ-61 ミサイルシステムにおいて射撃所限の算出やミサイルの誘導に用いられる射撃式レーダーとしては一貫して342型レーダーが 採用されている。これは、NATO コードネームは、フォグランプ CX バンドを使用する射撃式レーダーである。高頭型では2機が搭載され、1機がミサイルを誘導する間にも、もう1機が別の目標を追尾し、射撃処刑を得ることができた。一方、高守る I 型は、汎用型として設計されて、艦対空ミサイル設備の比重が低いために、 342型レーダーは1機しか装備していない。ミサイル発射機、編集、高頭型では連装の発射機を2機搭載している。これらの発射機には縦横二軸の安定化装置が装備されており、ターターシステムが初期に使用していたマーク 10GMLS に似ているが、ミサイルはレールの下に吊り下げられる代わりにレールの上に乗せられている。ミサイルは 回転式弾薬庫に垂直に収容されており、1機の格納庫には12発のミサイルが収納されるので、高頭型では1隻あたり24発のミサイルを搭載できることになる。しかし、この連装発射機は発射するごとに再装填する必要があったために、速射性が低く、また、ミサイルが剥き出しに装填されるので、風浪にさらされることとなった。ミサイルの射程が短く、 また、装備艦が小さいため、これらの問題は重大であった。このような欠点から、こう守る I 型では、新型の H、イフブレイニ発射機が採用された。これは、ミサイルを密閉式の円筒形キャニスターに収容して6、連装に配置しており、ミサイルが外部環境の影響を受けなくなったことから性能が安定したが、旧式のシースパロー BPDMS と同様に、 翼を折りたたむことができなかったため、キャニスターはかなり大型化しており、ミサイル本体の重量が 300kg にも及ぶこともあって、実戦環境での再装填はほとんど不可能だったため、一度の回線では6発しか発射できず、継続戦闘能力には欠けるところがあった。なお、この6連装キャニスター式発射機を使用するタイプを h q 6 1 m とも称する。 HQ-61 ミサイル。編集上述の通り、HQ-61 は、アメリカの中距離空対空ミサイルである AIM-7 スパローをモデルとしている。しかし、スパローでは、多摩体中央部に、操縦翼、ビブに、安定翼が配置され、いずれも十字型に装着されていたが、HQ-61 では、多摩体中央部に、安定翼、ビブに、 操縦翼さが配置され、前者が十字型に装着されているのに対して後者は X 字型に装着されている。また、誘導方式に無線指令誘導が追加されたほか、ロケットモーターや電子機器の技術の未熟さから、弾体はやや大きいものになっている。なお、1 9八十年代末にはイタリアより、アスピーで中距離空対空ミサイルの技術が輸入されており、これが、 HQ-61 の改良にも導入されたと伝えられている。性能面では、初期のシースパロー BPDMS が使用していた RIM-7E ミサイルにおおむね匹敵し、個体ロケット推進で最大速度は M3、射程は2.5から 10km、最大射高は 8km。ありがとうございます。